牛久選手の、印象はこうすごい潜在能力が高いくて強いところすごいあるんだけど、試合でこうなんか やることを決めてるっていうか、決めてて、その時々でめちゃめちゃこううまくはまる時もあれば、それがうまくいかないことがあるような、なんていうんだろう、なんかパルプンテ的な、なんかこう何が飛び出てくるか分かんない感じがするかな。なんか伝わりますか今ので。なんか急にこう引き込んだりしたりするし、パルプンテドラクエのなんか技でめちゃめちゃ攻撃力強い時もあれば、なんか振ってみないと分からないみたいな、そういう印象ですかね。勝敗のポイントはどうですか。ポイント、ポイント、勝敗のポイントは彼がどんな技で来るかによるかなって思います。はい、ありがとうございます。いい技が出たらちょっと大変だし、ラッキーな展開になるかもしれないっていう感じですね。はい、ありがとうございます。